日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらのしっとりカステイラというスイーツを食べたいと思います。カステラってこの見た目や味に反して和菓子なんですよね。確かなんかそういうちょっと意外な感じはするんですけど、まあ美味しそうではあります。卵が大きく入っていそうな、ちょっと言いかけて、ああもういい、もう最後まで行ってから言え、ねえ、髪を剥がさないか、髪を、はい、おお、卵がたっぷり入っていそうな黄色い中身が鮮やかで目を引きます。それではいただきます。やっぱりカステラは卵がしっとりしてるのがいいですね。まったくちょっと時間ない撮影になってるので、下に最初から受け皿置いとけよなって突っ込まれてるとフォローが容易に想像できるんですが、はい、その通りですこういうところもきっちりやっていかなきゃいけないのに、ドジが多いわ。あ、ぼやいていても仕方ないので、ごちそうさまでしたと言いたいところなんですけど、やっぱりカステラだけだとちょっと物足りないな。なのでちょうど一緒に買ってきてたこちらの淡島堂迎春、迎春お菓子、今年は元旦に食べなかったんですよね。なので今からいただきたいと思います。鮮やかで綺麗な見た目だけど、私は容赦なく食べちゃう。お、やっぱりこういった和菓子はしっとりした食感が身だけでなく気持ちまでスーッと落ち着かせてくれるのが嬉しいですね。まろやかな甘さに身を委ねて気持ちを落ち着かせていきましょう。そしてまた新たな気持ちで頑張ろうと思います。詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたしっとりカステイラは本当に名前の通り生地がしっとりしていて、ちょっとなんかね、ふわーっと優しい甘さを広げてくれたのがほん美味しかったです。ケーキとかのとはまた違った生地の食感が美味しいが魅力的でしたね。方のこちらの迎春お菓子は見た目の美しさとともに楽しめるあんこの優しい甘さ、口の中で広がってきましたよ。ただ色がついてる割には味はシンプルなあんでしたね。あくまでついてるってだけなのかな。だけど美味しかったです。今回はカステラも原春お菓子もどちらもそれぞれ楽しめる部分があっていいなと思ったので4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。